まいりました。令和新選組代表山本太郎でございます。今地方議員の者たちからいろいろ発言がありました。とにかく今物価上がりすぎだろうと。この物価が上がるっていうのは景気が良くなって賃金が上がって一緒に物価も上がっていくっていう状況じゃないんですね。30年間国内景気は冷え込んだまま輸入物価だけ上がってる状態。要は物価が上がる、商品の値段を上げても企業も儲かってないんですよ。誰も得してない。こんな時には国が大胆にこれは介入する必要があるんです。一応一丁目一番地は減税、減税は絶対やらなきゃいけない。これをしっかり声にしていきましょう。さあこれからいよいよ皆さんと一緒にパレードでも出発となりますけれど、その直前でもう一つだけ注意点をいただきたいと思います。注意点の後に、コールの練習をして、そしてみんなで出発となります。その注意とそしてコールの練習をやっていただけるのが、首都圏反原発連合の、三沢レッドウルフ姉さんでございます。三沢さんお願いします。それではよろしくお願いいたします。ありがとうございます。行っている私の山本太郎と申します。お休みの中、そしてこれからお仕事に向かわれる方もいらっしゃるかもしれません。大きな音で失礼いたします。桜木町駅前で何をやっているのかということなんですけれども、これからですね、皆さんと一緒にパレード、いわゆるデモということをやっていきたいと思っています。でデモする内容は何だってことなんですけれども、一刻も早く減税、税金を安くしてくれということをですね、この国のオーナーである皆さんと一緒に声を上げていきながら政治を揺らしていきたい、そう考えています。今日はですね、ここ横浜から永田町に向けて一刻も早い減税をということを心一つに皆さんとやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあというわけで、令和新選組代表山本太郎マイクを握っておりますが、どうして今減税、税金を安くする必要があるのかということを手短にお話をしたいと思います。日本の経済はガタガタです。30年間景気が悪いんですね。先進国の中で30年間経済が落ち込み続ける国は日本だけなんです。30年間経済が落ち込み続ける国の中では30年間賃金が下がりっぱなしなんです。実質賃金 G7 の中でも日本のみこれ落ちっぱなし。物価はどんどん上がっていくのに実質賃金は上がらず、賃金上がったとしても物価の上昇に追いつかない。このような状態を放置してしまえば一体どのような状況になるか。コロナや物価高になる前から日本という国は国内は荒れまくっています。例えば経済的に不安定な人たち増え続けてるんですね。6.5 人、
6.5 人に1人が貧困、生活が苦しいという人たちは政府の調べでも全世帯の5割以上、これがシングル家庭になると8割近くにまで上ってしまう。この状況を何とかできるのは個人や民間ではありません。今あなたの手元に置けるお金、使えるお金を増やしていく、そして社会の津々浦々にまでお金を回していくという政策、いわゆる積極財政を国が直ちにやらなければ不況はさらに深まる。中小企業、零細企業は潰れていってしまう。これを止めるのが政治の役割だと皆さん思いませんか？いかがでしょう。だからこそ一刻も早い減税を、それをみんなと一緒に声を上げていきたいと思います。先ほど言いました、この国のオーナーは資本家でも政治家でもありません。この国に生きるあなた、有権者のあなたが最大勢力、そして最高権力者です。どうか心を一つにして一緒に歩きませんか？声を上げていきませんか？今日はよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ただいまスタッフの方から注意点がいくつかありました。マイクを変わりました。令和新選組代表山本太郎と申します。3列ですか、スタッフの方。はい、この後のデモパレードはですね、3列で皆さんに進んでいただきます。いくつか注意点がありました。簡単に繰り返します。のぼりをお持ちの方、今日は風も強いです。極力ですね、こののぼりはかしげないように、風が強くてしんどい場合はもう下ろしちゃっていいです。で、なぜかしげちゃいけないのか、のぼりをってことなんですけど、のぼりを見ていただいたら分かる通り、先っぽがですね、これかしげちゃうと人の頭に刺さっちゃう可能性があるんですね。ぜひそのような事故は、防ぎたいということでございます。そして電線などにご注意ください。大変なことになってしまいますよ。感電してしまいますのでよろしくお願いいたします。そしてお子様連れの方はですね、車道側にお子さんを置かないということで、一つご協力の方をよろしくお願いをいたします。さあ、これからですね、令和新選組主催、直ちに減税をしろと。現在の岸田政権はなんと皆さんに社会保険料の負担増のみならず、先々の増税も様々狙っています。だからこそ今、増税ダメ絶対という声をですね、国会にこれはしっかりと、理解をしてもらわなきゃいけない、分からせなきゃいけないという状態でございます。で、デモ中、パレード中に皆さんと心を一つにして声を上げていきます。いわゆるコール&レスポンスというものです。私が何かを言ったらそれに対して皆さんが返していただく、コールとレスポンスということなんですけれども、そのコールの練習をですね、出発前に皆さんとやっていきたいと思います。コール&レスポンスの練習プラスですね、簡単な注意点のみ、この方にやっていただきたいと思います。もう、デモのプロフェッショナルと呼んでも過言ではございません。首都圏反原発連合からミサオ・レッドウルフ姉さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今ご紹介預かりました、ミサオ・レッドウルフと申します。今日よろしくお願いいたします。まずですね、注意点は先ほどスタッフの、ユミさんからいろいろありました。でこれからですね、ちょっと説明したい、ここの点字ブロック今踏まないでくださいね。今集会中も、その点字ブロック黄色いラインみたいなのありますけど、そこ踏まないで、そこからちょっと今中の方に入ってください。それから出発なんですけども、今日はですね、この今代表の今上り旗があるところを先頭にしてですね、こちらに点字ブロックが端にあるんです。これ踏まないようにして、そこを先頭にして3列ずつでお願いいたします。3列で、ここの、代表の旗のところが、先頭になります。これでずっと並んでいただいて、伸びると駅に入っちゃいますので、あと駅の側面のですね、歩行者通路は確保したいので、この木をぐるっと回るようにこう列を作ってもらえればと思います。スタッフがいろいろ指示しますので、そこは従っていただくようにお願いいたします。あとはですね、上り更新中にこうならないようにということでお願いできればと思います。そんなとこですね。とにかく車にぶつからないようにしてください。危ないですので、そこだけちょっとご注意して、それでは後でこの集会後にこの旗のところを先頭にして3列、でこの木のぐるっと回るようにして列を作っていただく。で、今日は2つのグループに、分けて行進します。で前の方の人たちが、1定段目、
で後ろのお二人に段目でどこで区切るかはスタッフの方で指示をしますので、すいませんけどもその並んだところで更新していただくということに、したいと思います。大体以上になります。あ、代表コール行っていいですか。ありがとうございます。いくつか注意点がありましたけれども皆さんご注意の方よろしくお願いいたします。そしてデモが始まる前にですねコールの練習しっかりと永田町に届くぐらいの大きな声で皆さんやっちゃってください。よろしくお願いします。その練習はミサオレとウルフ姉さんとお願いします。はい、コールいきます。スタッツゾーゼイ、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 消費税廃止、消費税廃止、ありがとうございます。ミサオレッドウルフ姉さんによりますコールの練習でございました。令和新選組主催増税ダメ絶対デモパレードでございます。飛び入り参加大参加、飛び入り参加大歓迎、ぜひ皆さんもご参加の方よろしくお願いいたします。お忙しい方はコールだけでも口ずさむ OK でございます。先ほど物騒なコールも出てまいりましたけれども様々なコールを皆さんとやっていきたいということでございます。それではですね順番に3列ですか、3列で順番にゆっくりと動き出していただくということでございます。はい、あちら信号の横断歩道のそばに山本太郎と書かれた上りがございますがあそこを先頭に3列で皆様ゆっくりと周辺を見ながら一般の通行の方々、注意していただきながらですね移動をしていただきたいということでございます。そして列が長くなりすぎた場合にはこちらの、大きな木、大きな木を、取り巻くように、列を作っていただくということになります。よろしくお願いいたします。ベビーカーそして車椅子の方々もご参加をされています。そういう方々に歩調を合わせるということでよろしくお願いいたします。さあ令和新選組主催増税ダメ絶対デモということで、これからですね横浜の街の中を皆さんと練り歩きながら声を上げていく、求めていいんです、あなたが政治に口を出していいんです、この国のオーナーは資本家ではない政治家ではない、この国のオーナーはあなた、有権者のあなた、この国に生きるあなたがこの国のオーナーだからこそ国の運営には口を出していい。30年不況、人々の生活が地盤沈下、これで希望ある国なんて作れるはずがない、今こそ減税、あなたの負担をとにかく減らす、もちろんその他にも社会保険料の減免、他にも人によっては季節ごとの給付金も必要、それぐらい今物価上がってます、電気代も上がる、生活必需品も軒並みこれは値上げ、そしてガソリン代まで上がってしまっている、
今こそ国が社会にお金を回すときだからこそ、まずは減税だ。胸を張ってみんなで求めていきましょう。さあこの後4時スタートで令和新選組主催増税ダメ絶対でも出発いたします。ご参加の方飛び入りも大歓迎、3列になってお並びをください。言っている私令和新選組代表の山本太郎と申します。横浜の皆さん、もし1分でもお時間があったら一緒に歩きませんか。歩いて何をするかというと、いわゆるデモでございます。デモというのはこの国に生きる全ての人々に与えられた権利です。じゃあ何をテーマにデモをするのかってことなんですけど、あまりにも景気悪いでしょ。景気を良くするためにとっとと消費税減税しろ。それだけじゃなくて、この物価高あまりにもひどい状況です。どれぐらいひどいかっつったら、10月にですね、調査が行われたんですよ。6000店舗のスーパーを調査したら、値上げした商品は軒並み売り上げ落ちてるんです。つまり物が売れてないんですよ。これ何意味してるかっつったら、みんな物が買えなくなってきてます。それだけじゃない、その値上げしちゃった人たちも物が売れなくなってるんです。これ非常にヤバい状態。それだけじゃない、ゼロゼロ融資、コロナ禍でね、資金繰りがうまくいかなかった企業に対してお金を貸し出してるんです。主に中小零細なんですけど、これが1月9月で去年と比べてみたら 70% ぐらい、これ倒産件数増えていってるんですよ。このままだったらまずいんです。日本は特別不景気なんですね。30年の不景気なんですよ。先進国で30年不景気が続く国は日本だけ。そこにコロナが来た、そこに物価高がやってきた。政治が今やるべきことは、皆さんの底上げ、使えるお金を増やして社会にお金を回す政策を打たなきゃダメなんです。その一丁目一番地が私たちが訴える減税、その中でも消費税の減税、そして社会保険料の減免、そしてこの悪い物価高が収まるまでの間、季節ごとの給付金を行う。30年の失われた30年を取り戻すために、まずは大々的にそのような政策を打たなければならないという考え方のもとに、今日は皆さん心一つにしてとっとと減税しろと。もちろん岸田総理は減税言ってくれてるんですよ。減税言ってくれてます、所得税減税。でもね、来年の夏からなんですよ。間に合わない、今すぐ、今が大変なんだ、なんとかしろ。これをみんなで声を一つにしていきたいと、そう考えております。飛び入り参加大歓迎でございます。ぜひみんなで声を上げて政治を揺らしていきましょう。この国のオーナーはあなたです。あなたがこの国の最高権力者。政治に物言っていいのかって、物を言ってください。物を言わなかったら、あの国会の中の居眠りじいさんたちは目を覚まさないんですよ。みんなで声を上げていきましょう。よろしくお願いいたします。この後ですね、この後みんなで歩いて声を上げてまいりますが、その前にインフォメーションさせてください。今日ですね、私たち令和新選組からこの横浜で次の衆院選挙に立候補予定者として発表した者がいるんです。外務省に勤めてた人間が辞めて私たちと一緒に戦ってくれること決まったんですよ。よりによってなぜ令和新選組から、そう思われた方いらっしゃるかもしれません。大体官僚出身者っていうのは自民党だったりとか、民主党だったりっていうとこから立候補するでしょう。それでも令和新選組を選んだ、その理由は、本人が話してくれると思います。それではご紹介したいと思います。横浜の、神奈川の2区といえばどこですか。2区といえばあのパンケーキ親父の地元ですよ。はい、誰や、菅さんや。もうしょっちゅう変わるから名前忘れるわ。菅さんね、私は菅さんに対して何か弓引こうと思ってるわけではございません。今から紹介する人がどうしてもそこから立ちたいというので、選挙区が決まった、そういうことでございます。それでは紹介したいと思います。パンケーキ親父と正面衝突、令和新選組、神奈川2区から立候補予定の、三好亮でございます。三好さん、お願いします。
あ、皆さん、はじめまして。本日、公認記者会見をしました三好亮と申します。この神奈川2区から挑戦させていただきます。この神奈川2区は、横浜市民が結束して火事の止めた、非常にその結束した力を持っております。横浜市民は黙っていない力を持っていると私は信じております。私はこの横浜市民の変える力、そして黙っていない力とともに一緒にこの日本の政治を変えていきたいと思っております。私がなぜ令和新選組を選んだかと言いますと、この令和新選組しかこの国を変えることはできない、そう確信しているからです。既存の大政党がしがらみの中で言ってはいけないこと、そして触れてはいけないことがあまりにも多いと永田町の経験、そして霞が関の経験から感じてまいりました。そんな中でも令和新選組は真正面真正直に国民に対して真実を明らかにしようとしております。そんな政党ともに一緒に日本を変えていきたい、その思いで立候補を決断させていただきました。これからどうか応援のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。神奈川2区、あのパンケーキ親父と激突でございます。立候補予定者、選挙が始まってないので、立候補予定者っていうふうに名前を付けなきゃいけないんですね。外務省出身でございます。外務省の中でその裏をたくさん見てきた、爆弾をたくさん持ってるようですよ皆さん。怖いですね、怖いですね、三好さん知らないでね。ね、でもまあそういう内部からですね、この国を変えなきゃいけないってことで勇気を持って安定した官僚を辞めてこっち側に来てくれる、非常にありがたいことだと思います。ちなみに外務省でどんなことやってたんですか、どういう部署にいたかってことをちょっと皆さんに。私は2013年外務省に入省しまして、2014年から7年間ロシアの方に駐在しておりました。ロシアではプーチン大統領の訪日準備であったり、日露外相会談、日露首脳会談といった二国間交渉の準備、そして政治家がロシアにやってきた際にその通訳など担当しておりました。総領事館では情報収集活動、そして広報文化活動として日本の文化をロシア人に紹介する、そういった事業を行っておりました。ありがとうございますね。本当にこれ山本太郎の軽さとのこの作用。いろんな人たちがいるのが令和新選組でございますので、ぜひですねご注目いただきたいと思います。三好亮でございました、ありがとうございます。さあ、令和新選組主催、増税ダメ絶対デモ、この後出発でございます。ちょっと時間あるな、そういう方飛び入り参加大歓迎、みんなで声上げていきましょう。この国のオーナーはあなたですから、あなたが声を上げなければ社会変わっていかないんですね。選挙の時に 50% の人たち票捨てちゃうんですよ。もったいない、変えられるのに。そうでしょ、自民党はね2割から3割程度の票しか取ってないんですよ。つまり何かっつったら、もう選挙なんていらないよ、そう思ってる人たちがどこか一つに力合わせていけばこれひっくり返るんですよ。それが政治なんだから、諦めないでみんなでやっていこう、ひっくり返そう、おもろい世の中作っていこう。まずは経済政策、税金下げろ、所得税、来年の夏、冗談じゃない、今すぐ消費税だ、みんなで声を上げていきましょう、よろしくお願いします。さあ、というわけで令和新選組主催、増税ダメ絶対デモ、注意事項の方を、スタッフの方からお願いします。令和新選組代表山本太郎にマイクを代わりました。さあ、というわけで今注意事項がありました。これから令和新選組主催、増税ダメ絶対デモ、飛び入り参加大歓迎スタートしますけれども、注意事項がありました。お子様は車道側を歩かせない、歩道側を歩かせてください。そして、上りが立っておりますですね、上りはですね先っぽが尖っておりますので、斜めにしちゃうと人の頭にぶっ刺さります。垂直に保っていただきたいと思います。そしてですね、今ですね生中継の方を行っております。その生中継をするためのスタッフは黄色いビブス、黄色の、衣服を着ておりますので、顔が映っちゃやばいって人がいる場合にはその黄色の人にご注意ください、顔を伏せてください、よろしくお願いいたします。さあ、というわけで3列、このあと3列で皆様、隊列を作っていただきデモスタートということになりますのでよろしくお願いします。そしてですね、このここの場から、デモスタートの場所
デモスタートの場所、トラックの前まで行くときにですね、ここはコール禁止ということでございますのでご注意ください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでですね、いよいよデモスタートなんですけれども、コール&レスポンス。デモをしながらみんなで声を上げていくという、その文言の練習ですね。コール&レスポンス。こちらの方をこれから練習していきたいと思います。コール&レスポンス練習の方は、首都圏半原発連合から、ミサオレッドウルフ姉さんオーナッシャー。はい、皆さんこんばんは。お疲れ様です。今日はちょっとスタート地点がここから離れてるので、ここがコールできないらしいんですけども、そこ降りるところにちょっと段差があるので、皆さん気をつけてくださいね。そこの端のところですね。はい、じゃあコール行きましょうか。音楽お願いします。はい、コール行きます。消費税廃止、ダメ絶対税金高すぎ今すぐ下げろ税金高すぎ さあ、まもなく出発いたします。令和新選組主催、増税ダメ絶対デモ、所得税減税、来年の夏冗談じゃない、今が大変なんだ、一刻も早く減税すべし、消費税減税というより消費税廃止。消費税を廃止しても皆さんにはご迷惑をかけません。社会保障にはほぼほぼ影響がない。何が言いたいか、今皆さんが絞り取られている消費税は社会保障にはその一部にしか使ってないんです。つまり大企業に減税、超富裕層に減税するためのお金として皆さんから絞り取っているのが消費税。皆さんに支払う道理はない。消費税をやめて物価を下げよう。毎日が 10% オフ、そして一人一人の賃金が上がっていくことが試算ではっきりしています。参議院の試算によると、消費税を 5% に下げた場合、その7年後17万円一人当たり賃金が上がります。消費税を 10% 減税した場合、その7年後約36万円一人当たり賃金が上がるという試算が参議院から出されてるんです。みんなでそっちの方向にスイッチしよう。あなたの力が必要です。一緒に声を上げてください。令和新選組プレゼンツ、増税ダメ絶対デモ、サポーテッドバイ戸部署。まもなく出発です。3列でお並びをいただきます。どこに行きますか。上りを高く上げてください。急に動かないでください。皆さんまずは止まってください。今一段高く山本太郎のぼりが掲げられておりますが、あそこに向かって3列に並んでいただく。で、段差がございます、ご注意をください。段差がございます、ご注意をください。体力に自信がない方、高齢の方などですね、障害をお持ちの方もですけれども、先頭の方を歩いてしまうと後ろから結構プレッシャー感じるかもしれません。
一番後ろの隊列でご参加をいただけるとゆっくりと歩いていただけると思います。令和新選組主催、増税ダメ絶対デモ、30年の不況、これは先進国で日本だけ、そこにコロナが来た、そして物価高がやってきている、今こそお金を回す時、個人や民間に何とかできる話じゃない、だからこそ国が経済政策としてしっかりとお金を回すべきです。それを政治に求めていこう、みんなで声を上げよう、この国のオーナーはあなた、あなたがいなきゃ変えられない、どうかとか都民さんか、あなた